皆さんおはようございます。信州大学の人文学部、松本 の信州大学いくつか県内にキャンパスがあるんですけれども、私は松本で教育に携わっております、千野恒秀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日こういった機会いただきまして、非常に大勢の方々が年末にもかかわらずご参加していただきまして、大変ありがたく、また心強く思っております。私もこの問題についてはまだよくわからないですので、今日のお話は非常ににわか勉強の中でから、私が少し資料を読んでみると、あ、こういうことだったのかということも、よくわかるということを、ちょっとお話申し上げたいと思っております。自己紹介申し上げますけれども、すみません、このぐらいの字って皆さん後ろの方も読めますかね、ちょっと小さくて恐縮ですが、2014年から信州大学に来ておりまして、7年が経過したところでございます。で、専門は社会学者です。社会学の中でも学部の大学に入学した頃からですね、この環境問題の社会学というのを自分のライフワークにしていこうということを早い段階で決意をしまして、もうそれから二十数年経っているわけなんですけれども、環境社会学という分野がございまして、そちらでもっぱら研究活動をしています。で、ただ社会学に閉じこもっていると現実の問題解決できないので、から環境問題だけに閉じこもっていると現実の問題解決できないので、やはり地域の問題としてそれを捉え返す、日本社会全体の問題として、世界の問題としてこれを捉え返すということを自分の中では課しています。または私は社会学なんですが、生態学の方々であったりとかですね、それ理系の方々とも研究プロジェクトでは共同しながらということで、共同研究している皆さんとは何なんだろうね自分たちって思いながら、最近はお互いに持続可能性の学っていう形でサステナビリティ学っていうふうに、呼んでみようかなんていうふうに言っておりますので、ちょっと先行では表現させていただきました。で、下の方は漢字ばっかりで申し訳ありません。いろいろやってますということになります。で、よく驚かれるんですけれども、地球温暖化対策ですね、今気候変動問題ですね、から割と時間かけてるのは里山再生とかですね、から何ですか新産業技術って何ですかって私は逆に聞きたいぐらいなんですけれども、これエネルギー問題を新産業技術で解決しようって本当にできるのか分かってませんけれども、そこの部会長させていただいたりいなしてですね、または各自治体の環境審議会の、委員をさせていただいたりしております。今日実は午後2時から2時までには松本に戻って、大学の研究室からまたオンラインでパソコンに向かって喋りかけなきゃいけないんですけれども、別のイベントで自然エネルギー信州ネットという全県の自然エネルギーを推進していく団体の理事もさせていただいたり、学会の方ではずっと育てていただいた環境社会学会の理事を今拝命をして、研究活動委員会っていうのは、学会の、600人ぐらいの会員の学会なんですけれども、そこの研究活動の元締め責任者をするということになっております。日本環境会議の理事も最近拝命しましたり、あとは、今42歳なんですけれども、20代の頃10年間公益財団法人公益財団法人の、日本自然保護協会というところで職員をしておりました。で、その職員していた関係で、今 OB になったんですけれども、そちらの、外部アドバイザーみたいなものを務めていたりもします。ですので公益法人っていうのがどういうものかについては若干リテラシーが、あります。この問題を私がどういうふうに知るに至ったのか、そして受け止めたのかということをちょっと私の立場ということでお話ししておきたいと思います。実はこの問題について新聞報道がなされる直前にある方から、こういう問題があるんだけどどう思いますかということをメールで問い合わせをいただきました。その時にどういうふうに回答したかなということを、ちょっとこの資料を作りながらちょっと振り返っていたんですけれども、こんなふうに私としては受け止めました。ちょっと3枚ぐらい、スライドを使います。12月の1日に私がメール返答した時の内容をちょっとそのままコピペしてるんですけれども、ちょっと どなたに当てたかはちょっと割愛します。エネルギーと食は暮らしの根源であり、メガソーラー問題っていうのはそれこそ霧ヶ峰の麓であったメガソーラー問題ですね、そこにもちょっと首を突っ込ませてもらいましたので、
そのことについてはちょっと後で詳しくお話しできるかと思います。メガソーラー問題とメガファームの問題というのは同じ根源を持っているんじゃないかというふうに思いますと。で、説明いただいた問題の概要をお聞きする限り、この計画というのは私のまだ詳しく調べる前の直感にしか過ぎないんですけれども、これからの食そして酪農畜産の在り方から逆行した動物工場のような事業なんじゃないかというふうに受け止めましたと。で、論点としてはいくつかあると思いますが、先ほど吉田さんからもお話がありましたアニマルウェルフェアという観点から、概要を聞く限り学校の説明とはちょっとずれるかもしれないんですけれども、当時入っていた情報からすると、1200頭もの牛を育てていくと、しかも宇治本さんですか、12日に、お話しくださった宇治本さんがこの件については多分お話しくださったんじゃないかと思うんですけれども、さほど広くないわけですよね、土地というのは。1200頭の牛が、自由に動けるというような環境ではないし、1200頭の牛をの食、飼料を、地元だけで用意するということには多分ならないだろうと思った次第です。面積を聞いてですね、つまり配合飼料で生きさせるということなんですけれども、こういう点でやっぱり逆行してるんじゃないか。それから乳牛というのは当然妊娠して子供を出産しなければ牛乳を出しませんので、ずっと妊娠出産というプロセスを繰り返していくわけですよね。で、その、プロセスの中では子供の牛というのは実は、肉牛として出荷に適した、牛を産ませるんだと、産ませるっていうこと自体が私も子供の父親ですけれども、なんとなく違和感を感じます。つまり言葉が正しいのか分かりませんが代理母のようなことをさせるのかというようなことも感じました。これは単なる私の先入観ですけれども、いずれもこのアニマルウェルフェアの観点からはやっぱり最新技術を使っているんです、世界の潮流なんですと言われてもどうもそこを倫理的に難しいなというふうに思いました。それで自然保護協会にいましたので実は動物愛護と時々誤解される20代を過ごしておりました。野鳥の会とも誤解されてきたんですけれども、私の父親は私自然保護協会に勤めた時に、お前もしかして紅白歌合戦で数えるのかとかっていうふうに言われました。いや、それはお父さん日本野鳥の会でもなくて麻布大学野鳥研究会なんだよとかっていうふうに言いましたけれども、はい。で、動物愛護という視点だけではなくてですね、アニマルウェルフェアっていうのが世界的にスタンダードな考え方になっていると理解をしておりますので、こういった点から問題があるなということでした。それから環境負荷の問題もそうです。八ヶ岳、霧ヶ峰もそうかもしれませんけれども、日本の農業の在り方というのが高原野菜、この地域ではね、この地域では高原野菜中心としていますので、その点で地下水に随分窒素の含有量が多いとか、そういったことは地下水の同僚の先生方から、何回か聞いておりましたし、または、こちらの方がより根本的だと思うんですが、乳牛の飼料糞尿、これをどういうふうに処理していくのか、環境容量というちょっと漠然とした言い方ですけれども、やはりある地域に人が暮らしていく、そして人が暮らしていく糧となる時の食料を生産していく際に、その地域の環境の復元能力というのを超えた形で、生産と消費が行われれば何が起こるのかということを考えてみる、そうなれば自然環境に汚染を残していくわけですよね。はい。このことはちょっと後で生産と可能、持続可能な生産と消費というところで少し概念的にまた整理もしてまいりたいと思います。直感的に環境容量を超えてくるだろうなというふうに思ったのは、私信州大学に来る前には岩手県の盛岡市に勤めておりまして、岩手の県立大学に勤務していたんですけれども、岩手県の山奥にですね、葛巻町という標高やっぱ1000メーターから1500メーターぐらいですかね、そういった1500は言い過ぎかな、1200メーターぐらいですけれども、そういった山村があります。で、第三セクターの葛巻高原牧場というところに研究で大変お世話になっていたんですね。で、本も書いたんですけれども、ここでは主に山積なので
肥育を請け負って2000頭を超える牛を抱えていたんです。ですけれども、葛巻町の場合には公共牧場で1500ヘクタールの牧草地というのを確保しておりました。で、鶴屋にも、鶴屋って分かりますよね、スーパーの。鶴屋にも高梨乳業の葛巻、岩手高原牛乳ってあるんですが、あれを生産している、町だと思っていただければと思います。そこでは、そこを私、ずっとお世話になってたんですけれども、乳牛として搾乳しているのは80頭で、それ以外は1500ヘクタールで2000頭は、東北一円から子牛を引き受けて、夏の間育てて大きくして、そして返すというような形でビジネスをしていたんですね。で、ただ数が牛の数が多いもんですから、そうですね、人口より多いって言い過ぎですけれども、6000人ぐらいいますので、2000でも4人に1人は牛っていうことになりますよね。そうすると、非常に人口比率としては多分高い、一番の、なんていうんでしょう、最大勢力かなというふうに思うんですけれども、この最大勢力がですね、糞尿を出すわけです。で、私、自然エネルギーの研究もしていて、葛巻町で何を研究さ、あの見させてもらっていたかというと、このバイオガス発電ですね。バイオガス発電をして自然エネルギーに変えておりました。そこでは、循環というのをしっかり考えて手を出していたんですね。翻ってこの話を聞いた時に、みずほの計画っていうふうに言いますけれども、なんか机上の空論だなというふうにも思いまして、ちょっと名称は出しにくいんですが、ちょっと伏せましたけれども、今泣いてますか？某ループとなんか同じ匂いがするなというふうに言ってしまいました。感じた次第です。で、じゃあどうするかなんですよね。世界的には気候変動の問題からもですね、今、牛肉をしょ、え、牛、食べるために牛を育てるという畜産の在り方そのものが環境負荷が非常に高いんじゃないかということで、世界各国で今、反省的な捉え返しというのが起こってきております。とはいえ、私も牛肉好きなので、ベジタリアンではありませんので、なんとなく、そこだけを強調しても多分多くの人の賛同は得られないかなというふうに思うんですけれども、ですが、よりもう少し原点に戻ってみて、経済効率性だけを重視して、その生命の在り方を根本的に軽視する経営というのは、それが果たして近代的というふうに呼べるんだろうかということですね。技術的には解決できるんですといったときに、私たちの社会性はどこに取り残されていくんだろうかということが、社会学者の私からは非常に気になってまいります。で、今は何て言うんでしょう、日本最大の施設規模とかっていうふうに、なんか誇る時代でもないかなというふうに思うんですよね。で、循環を成立させるっていうことが、農業の付加価値を高めている時代で、原村でも、知能でも、この諏訪地方全体で、この循環をキーワードに、あるいは自然の力を最大限引き出すということをキーワードに、第一次産業にチャレンジされている方々、非常に多くいらっしゃるんじゃないかと思います。むしろ時代に逆行しているんじゃないかということです。で、こうしたメガファームというのが八ヶ岳山麓にできるということは、私、この問題の直前までシガーソーラーの問題にずっと関わっていまして、シガーソーラーの地元の地権者の集落というのが、実は私の父親が生まれ育った集落です。ですので、父親が東京に出なければ、東京出なければ私生まれてないわけなんですけれども、母親もいますのでね。ですが、まかり間違うと私が霧ヶ峰ふもとの牧野農協の地権者の一人だった、一人になっていたという可能性があって、それでこの太陽光発電の問題にはずっと注目していたんですね。で、なんとか解決ができないかというふうに思っておりました。で、その先々にはやっぱり森を持ち続けるっていうことに、地元の方々が納得感を持って、自分たちの使命だということをしっかり、手応えを持って暮らしていける、そういった暮らしが諏訪でできたらいいのにということを思っていたんですけれども、そのことからすると、メガソーラーってやっぱり霧ヶ峰の価値を大きく毀損するというふうに懸念をしていましたが、このメガファーム自体、やっぱり八ヶ岳一帯の酪農全体の価値、というのを毀損してしまうんじゃないかというふうにも心配をいたしました。
で、まあ、これがちょうど1ヶ月ぐらい前なんですよね。で、そこから今日お話をしてくださいというのも10日ぐらい前でしたでしょうか、お話を頂戴しまして、ちょっと急いで準備もしたんですけれども、ですので私ができることというのは、この社会的背景というのを皆さんと一緒にちょっと抑えていきたいと思っております。で、どうなんでしょうか。ちなみに、移住者だというふうに自覚がある方はどのくらいいらっしゃるんでしょうか。お願いいたします。はい、やっぱ多いですよね。はい、少数派の地元民は手が挙げにくいと思いますので、手を挙げることは求めませんけれども、私も広い意味では移住者です。食縁によってこの地域に来ました。で、まあ、父親まではここに、ま、この地域にいましたので、世代を超えて、まあ、戻ってきたっていうことになるんですけれども、大きく U ターンしたっていうことになるんですが、やっぱり移住者の方々もそうですし、各地でいろんな地域の問題が関わっていると、地元の方々もやっぱりなんでここにこういう施設があるんだろうとか、あるいは、この地域の歴史ってどういうものなんだろうということについて、必ずしも理解が共有されていらっしゃらないんですよね。はい、ですので私からはちょっと一つはローカルとグローバルの視点からということで、今日一つお話申し上げようと思ったんですが、ローカルにはこの八ヶ岳中央農業実践大学校、これがどういう歴史を持ってきているのか、そしてこの地域の中でどういう存在だったのかということを皆さんに考えるきっかけというのを、皆さんにご提供したいと思っております。で、もう一つはグローバルというのは、グローバル経済が云々とかっていうふうに大きな世界の話をするつもりはあまりなく、実践農業大学校がグローバル経済の中で、あるいは新自由主義的な基調の中でどういう経営環境に置かれてきたのかということも確認しながら、少しそれをつなぎ合わせたいと思っております。私もですね、この中央農業実践大学校って、もちろんあることは知っていました。原村に何人も友人がいますので、あるのは知っていたし、でもそれまではしっかり勉強するまでは、これ長野県の農業大学校とどう違うのっていうふうに思っていました。から公共施設なんじゃないの、公立の学校なんじゃないのっていうふうにも、そういう思い込みというのも、まあ、ありました。まあ、ありましたというか、よく知らなかった、あんまりその辺は気に留めてなかったというのが、実態かと思うんですよね。でですね、ちょっと私ホームページも見たんですが、ホームページ見てもよく分かりませんでした、歴史は。ですので、こういう時よくやるんですが、歴史書が残ってるはずだろうというふうに思いまして、まあ、ちょうど大学の図書館にあった60周年記念誌というのがありまして、もっと古いものだと20周年とか50周年とかあるみたいなんですが、60周年、1998年に出されたものなんですけれども、そこから歴史をちょっとまとめてみたというのが、これからのスライドになります。そもそもの発端はですね、昭和初期の世界恐慌、なんか社会のお勉強みたいになって恐縮なんですけれども、それが農業日本では農業恐慌ということで、まあ、都市化が進んでませんので、農村の多くが疲弊するわけですよね。信州で言えば何が、この地域で言えば何が起こったか、養蚕が壊滅的な被害を受けた、製糸業が壊滅的な被害を受けたということになっていきます。から農業経営が立ち行かなくなっていった。それで昭和の7年にですね、当時の農林省が農山漁村経済公正運動というのを打ち立てていくわけなんです。で、これは全国の多くの町村が経済公正指定町村というふうに指定されまして、最終的には8割型の町村が、町村って今の原村みたいな、まあ、原村は当時から原村ですけれども、合併が進む前のより小さな、村です。ですので、知能で言えば米沢村とか小東村、その前ですかね、泉田村とかでしたっけ、っていうふうに小さな茅野市になる前の、村だと思っていただければと思います。まあ、これを立て直すっていうことを考えたんですよね。まあ、あんまりうまくいかなかったんですけれども、でその関係で、これを進めていくための農村構成協会というのが発足をしていく。で、初代会長はですね、元農林次官で、
第二次近衛内閣で農林大臣をした。ウィキペディアで調べたら農政の父とかっていうふうに呼ばれている、そういうあの方だということが分かりました。はい。でですね、この農村厚生協会というのが昭和13年にあの八ヶ岳修練農場というのを作るんですね。でこの八ヶ岳修練農場というのが昭和16年に、中央修練農場になる。そして、名前が戦後名前が変わり高等農林講習所、昭和24年には経営伝習中央農場、なんて略してたんですかね、ちょっと謎ですけれども。で、昭和48年に中央農業実践大学校という形になっていくということでございます。はい。で、まあ、こんなふうに書いてあるんですよね、60年史には。この農場は、現在の各府県農業大学校のように、長野県にも農業大学校ありますけれども、教育と農業生産教育施設と全てを整えて学生を受け入れたのではなくて、粗末な宿泊施設を作ったのみで修練生を受け入れて、あとは職員と修練生とか一体となって力を合わせて、なんて読むんでしょうこれはね、一区は一区はですかね、の開墾、手作りの畜舎によって逐次農場が作られていったと。はい。要するに開拓をしていったわけですよね。はい。生徒と学生が一緒になってということです。で当時はこの、農村経済構成経済構成活動の指導者を育てる、中堅青年育成を目的に教育を進めたが、逐次戦時職が強くなる中で各県に続々と設置された地方修練農場の職員も養成訓練することになりということなんです。はい。一体これは何なのかということですけれども、この中央農業実践大学校の発端は非常に国策、国の政策との関わりが深い。で国の政策というのは一体何なのかということを考えますと、ちょっとこれは想像でしかありませんが、やはり日本が帝国主義だった時代です。日中戦争、太平洋戦争へと突き進んでいく時代で、もう長野県の歴史を少し知っている方はお気づきかと思いますけれども、満州に人々を移送する、満州移民ですね、満蒙開拓団ですけれども、満蒙開拓団の人たちをの中核人材を養成する、そういった性格づけというのがこの施設にはあったということなのではないかと思います。でそのこと自体が良いか悪いかということは、これは当時の時代ですの で、私はそこを論評する立場にはないですですが、やっぱりこの歴史は振り返っておく必要があるんじゃないかと思います。でこの歴史を振り返るっていう点ではですね、この60周年記念誌見ていたら、私にとってはちょっと驚くことがあってですね、こんなこと書いてあるんですよね。昭和11年7月の厚生協会役員にて長野県志賀村霧ヶ峰に、長野県志賀村霧ヶ峰にあっちですよ、約300ヘクタールの土地を買収し農村指導者訓練所を設置することを可決した。で昭和12年度予算に計上されて、これ財団のですね、12年度予算に計上されて、採算採取の当査交渉もついに実らず、同年8月一部前渡し金を払いながらも契約を解消するという雪目に遭遇した。ループみたいですね。まあちょっと冗談な、今のブラックに過ぎました、すいません。ちょっと皆さんの目がすごく熱いので、ループの話も通じるかなと思ってしまいました。はい。でですね、まあこんな浮き目に遭遇した、はい、私のご先祖様はもしかしたら前渡し金を受け取った立場かもしれません。はい。それで少し農村構成に役立ったのかもしれませんね、経済構成に。はい。でですね、霧ヶ峰に予定した土地の買収は土壇場まで来て行き詰まったが、農林省と協会はあくまで農場建設の意思を曲げず、第二の候補地として八ヶ岳連峰の山麓、まな板原と読むんでしょうか、ちょっと私土地勘がないので分かりませんが、多分まな板だと思います、まな板原の地を選ぶこととなったというふうに書かれております。で他のページもくりますとですね、ちょっとこれすごく興味深くて一晩で読んでしまったんですけれども、手に入れてから、
この地はうんぬんうんぬん、赤岳阿弥陀岳書いてありますね。原村、旧玉川村、旧泉の村の入り合い地であったと。で、250ヘクタール弱を農村構成協会が、50ヘクタールを長野県が購入して、農場建設する運びとなったということですね。で、日誌のようなところに書いてありましたのが、どうもこの原村と知能の、境にですね、農場を作るということの斡旋は、霧ヶ峰の土地売買契約不成立、私たちのご先祖様が、ごねた後にですね、農林省当時経済厚生部長だった小平権一、この方は知能の今の知能の米沢村の出身です。で、亡くなった数学者の小平邦彦さんのお父様ですね。小平権一が斡旋して、陶器を買収を完了したんだということです。ですので米沢の皆さんもですね、別にいや俺小平じゃないしとかって思うかもしれませんが、この地を選ぶということには実は諏訪の名士というのが関わっている、諏訪知能の名士というのが関わっているということも、分かってしまって、私的には非常に面白かったんです。で、なぜかと言いますと、一つの個人的な一つの謎が解けたんですね。で、私霧ヶ峰のメガソーラー問題に対して自分研究者として何ができるんだろうということで、やっぱ研究者は研究活動をするということが本分ですので、この地域の歴史というの、霧ヶ峰の歴史というのをしっかり押さえた中で、なぜメガソーラー問題が生まれるに至ったのかということをしっかり考えなければいけないということを自分の研究課題としておりました。この霧ヶ峰というふうに名前が挙がっていたのは何だったんだろうかということですけれども、昭和11年8月のですね、信濃毎日新聞です。昔の漢字でなんかすごく読みにくいんですけれども、霧ヶ峰開発案、500町部を買い上げて理想的の施設、県当局折衝を開始したという記事が出ております。で、ここにはどんなことが書いてあったのかといいますと、今諏訪市になっていますが、当時は志賀村でした。今の諏訪市志賀地区ですね。で、この志賀村というのはですね、私 の, 父親の成果があったところで、こう言っちゃなんなんですけど、やっぱり非常に貧しいところだったんですね。電波が少ないです。で、頼るのは霧ヶ峰の、当時霧ヶ峰ではなくて、上桑原山でしたけれども、この、山の資源というのにかなり依拠して生活を組み立てていたんですけれども、その志賀村ですが、当時ですね、諏訪郡内で唯一経済構成運動の、先ほどご説明した経済構成運動で8割型 の, 町村が、この経済構成市町村、町村に指定されたというお話をしましたが、特別に貧しいところって言ったら変なんですけど、特別困窮しているところでは特別助成村という形で指定をしようという動きがあったんですね。で、なんと志賀村がですね、当時諏訪郡内では唯一特別助成村という指定を、受けていたんです。ここにはいろんな歴史的経緯があったりするんですね。上川の治水事業で、諏訪湖に流れる上川の治水事業でですね、当時開墾していた田んぼをいくつか手放さなければいけない、強制収容にあったりとかして、それで農業ができなくなったというような経緯もあって特別助成村指定を受けたんですけれども、ここにこう書いてあるんです。米沢村北大市奥より500ヘクタールを買い上げて経済構成協会、これ多分新米のご職なんでしょうね。今日新米さん来てますかね。100年前 の, ご職はちょっともう問いません。経済構成協会が主体となって中央修練所を設置、さらに三巻ヶ原農民道場の分場と移民訓練所を併設し、全国からうんぬんうんぬん書いてあります。買い上げる500ヘクタールのうち200ヘクタールは開墾工地として移住者を募って模範的農村を建設する、残りの300ヘクタールというのが中央農業実践大学校に至る中央修練農場ですか、こことして想定されていたということが分かりました。で、私ずっと調べている中でこの計画はですね、志賀村市を見ますと立ち消えになった、上桑原の住民が反対して立ち消えになったというふうに書かれているだけで、その間の顛末、その後の動きというのが分からなかったんです。研究者たち非常に謎だったんですけれども、このメガファーム問題が出て、この中央州、
中央周辺農場じゃない、中央、農業実践大学校の60年史を拝見させていただいて、そういうことだったのかというふうに、夜中にですね研究室で大笑いをしたというのが数週間前の出来事でございます。はい、でこれは上桑原山、今の霧ヶ峰が各近くの集落にですね分割される以前の話でして、ちょっと文脈が分からない方いらっしゃると思いますので、今のですね、霧ヶ峰ですね、霧ヶ峰の霧の駅があったりですとか、それから車山まで、北は元三佐山、南は諏訪湖カントリーのあたりまで、このあたり一帯を、上桑原という昔の村が、所有をしていました、江戸時代から。で、そのうちの200ヘクタールというのが、シガソーラのメガソーラ問題の、現場になったわけです。で全体で上桑原の集落がもともと管理を、所有をしていたのは1350ヘクタールぐらいなんですね。で500ヘクタールを買い上げる、で500ヘクこの車山周辺の500ヘクタールにはと書いてあって、上諏訪寄りの300ヘクタールにはと書いてあります。足すと1300ヘクタールなので、だいたい符合するんです。ですので私の研究者としての謎は解けたとともに、あ、こういう計画があったのかというのが分かりまして、この私は原村にはご縁がないではなくて、霧ヶ峰の人間、一応霧の子孫だと思っていますので、霧の子孫の立場からすると、あ、昭和初期にこんな動きがあったのかということも知りまして、これから先霧ヶ峰をどうしていったらいいのかということを考える上で非常に参考になる情報でしたし、まかり間違うとって言ったらちょっと変な話なんですけれども、もしかすると今の霧ヶ峰牧場のあたりとかですね、そういったところが、現在の八ヶ岳中央農業実践大学校になっていた可能性というのもあるなというふうに思って、受け止めました。今までの話ちょっと整理しますと、戦中の国策との関わりが非常に色濃い来歴を持っているんですよね。でそれは満州への移民創出事業との関係が長野県はとりわけ深いです。47都道府県の中で最も移民創出事業で多くの移民を輩出したのが長野県、これは皆さんご承知だろうと思います。で例えば近くでいうと富士見町ですとか、そういったところでは大きく非常に多くの、住民の方々を、創出したわけですよね。でどうなったか、戦後戻ってこられたのは、50% に満たない方々でしかなかったわけなんですけれども、で昭和15年にはですね、60年史見ますと、今の黒竜江省ですけれども、ここに八ヶ岳修練農場の分譲というのが開設されるということもあったようです。はい、それから2つ目、ちょっと霧ヶ峰の話をすいません、手前味噌で出しまして申し訳ありませんでしたが、霧ヶ峰、当初は霧ヶ峰が第一候補だったということなんですね。で北大潮寄りっていうことなんで、ちょっとこれ見づらくて恐縮ですが、大体の霧ヶ峰 Google マップから切り出してきましたけれども、諏訪湖カントリーがあって、今八ヶ岳農場ですね、八ヶ岳牛乳も出してますけれども、でメガソーラーはこの辺りに作られる予定でした。で、こちら側ももともと上桑原山なんですけれども、北大塩寄りっていうからには、この辺なのかなとかっていうふうに思いながらですね、イメージしております。ですがメガソーラー問題との意外な接点があったなというふうに思っております。で、しかもその原子施設ですね、今ここに立地するっていうことには、米沢出身の小平権一が関わっているということですので、これ原村の問題だけではないなというふうに思います。歴史的な背景もそうですし、もしかしたら時代のあやで霧ヶ峰にこの施設があった、そして、今のような時代背景になるにあたって、じゃあやっぱりメガファーム作りましょうかっていうふうになっていた可能性もあるので、そこの想像力なかなか働かせるの難しいんですけれども、私はそんなふうにちょっと妄想家なので想像をたくましくしてしまいます。はい、ですので米沢、今の知能ですよね、やっぱりこのメガファーム問題に取り組む、そしてこの中央農業実践大学校の在り方を考えるっていうこと自体が
原村の問題、知能の問題だけではなく、諏訪地域全体の問題なのだなというふうにも、ちょっと改めて整理させてもらいたいと思います。さて、それで時代が下って戦後の時代になってまいりますと、戦後はしばらくの間は、日本の農政の、特に水田を中心とした、農政ではなく、こういった高原ですね、言葉はあんまり良くないんですが、条件不利地というふうに総括されるような、そういったところで農業をどのようにしていこうかということの、農政の拠点的な位置づけというのが、この中央修練場、名前が変わって、高等農林講習所ですかというふうになって以後の、この、中央実践大学校の、役割として一つ性格としてあるかと思います。例えば昭和23年にはこれ全国各地でできたわけなんですけれども、じゃがいもですね、じゃがいもの原原種農場というのが、開場をしたり、あるいは昭和25年には60周年記念誌の年譜を見ますと、改良普及員のですね、全国協議会結成総会というのが開かれる。いや東京でやればいいじゃんとか思うんですけど、でも東京ではなくてここでやったっていうことは、やっぱりここが農業指導、営農指導の一つの拠点だったということを、示しているかと思います。それから、西富士に戦後開拓 の結果として中央開拓講習所というのができますけれども、これを位置づけとしては合併させるというようなこともあって、この西富士の戦後開拓には長野県からたくさん開拓に行かれているわけですよね。で、そうした昭和20年代 その全国 の農業の立て直しの拠点という性格から、だんだん地域密着型の専修学校にというふうにシフトをしていくというふうに私は理解をしております。乳牛、畜産関係の動きというのが盛んになってくる。それから、長野県は花も非常に、有名な生産物ですけれども、柿用 の拠点もできたりとかですね、これもそうなんだと思ったんですけど、もみの湯の温泉源ってここというかなんですね。しかもそれがふるさと創生事業で温泉を掘ったと、原村もなかなかいいことしますね。はい、非常に残念なのは、この現在例えばメガファーム問題に直面した皆さんも、この中央農業実践大学校って一体どういうとこなんだろうと思って、おそらくネットで検索しただろうと思います。スマートフォンからパソコンからアクセスしてもですね、今私が申し上げた歴史というのが残念ながらたどることができないんですよね。そこは一つ残念なんですが、残念な状況になっているということ自体も、やっぱりもう80年史というのがホームページには出てるんですが、80年史で書かれていることって結局この10年間の出来事でしかなくてですね、もう過去を振り返る余裕がなくなってる。つまりは過去の遺産を食いつぶしてきている可能性というのが高いなと、個人的にはこの情報のギャップを考えまして思っております。でちょっとこれもちなみになんですけれども、私じゃがいもの原原種農場という記載を見まして、おお、ここもかと思いました。ここもかというのは、私長年青森県の六ヶ所村の研究に携わっておりまして、もう丸18年になります。11月にもコロナの時代なんで、ちょっと学生連れて電車では行けないので車で往復2000キロ一人で運転してきましたけれども、原原種農場と言われた時にまずピンときたのが私六ヶ所村なんです。で六ヶ所村の、これ昭和47年の伊谷坂隊という、ここにもですね、開拓地なんですよね。明治時代の開拓と、戦後の開拓、つまり満州から戻ってきた方々の開拓地なんですけれども、六ヶ所村には伊谷坂隊にはやっぱり農林省の上北馬鈴薯原原種農場というのがありました。で、そこには原原種の農林省の職員の方々も住んでいらっしゃったし、開拓農業をやらされていた方々もいらっしゃったわけです。昭和47年、1972年の空中写真です。今どうなっているのか、知っている方も多いと思うんですが、この原原種農場の跡地に核燃料再処理工場というのができています。
つまりそこで農業されていた方々というのを、まあ、移転してもらって、昭和40年代50年代にですね、移転してもらって、今できているのが3兆円かけてまだできないと言われる核燃料サイクル施設、つまり原子力発電所から出てきた使用済みの燃料を、もう一度再処理するというその目的のために作られた施設です。でこの施設も含めて、この当時ですね、こうやって青々と開墾されていた、これ戦後なんですよ。特にこの辺りの開墾は戦後なんです。戦後に一生懸命開墾されて二十数年経ったところで、ようやく経営が軌道に乗ってきたところで土地を手放して、今何になっているのかというと、国家石油備蓄基地になっていたり、メガソーラーに117メガワットのメガソーラーになっていたりとかですね、極めつけは核燃料再処理工場になっているというところが六ヶ所村の現状なんですけれども、もともとこれももう農業ではやっていけないという思いもあり、工場誘致をしようと。で、全然すみません、メガファームと、原子力関係の施設全然違うでしょと思うかもしれないんですが、動機は農業の不振です。そして、誘致をしようで、誘致をする際には、国から言われた、から経団連から言われたのは、ここには石油化学コンビナートを作る、世界最大規模の最新の技術で公害が起きません。ですが、土地を失っ、土地を明け渡した結果何が起こったかというと、まあ、5000ヘクタールぐらい土地を村全体としては、ね、明け渡したわけなんですけれども、その土地には石油化学コンビナートは来ず、とりあえず石油を貯めておく備蓄基地ができ、それで多少潤ったけれども、その後にやってきたのは原子力関係の施設だったということで、今ここには私今この問題の本を書いてるんですけど、準備進めてるんですが、ここには世界で類を見ない核のゴミというのが集中するということが作られていて、その発端は誘致なんですよね。誘致型の開発で最新技術でやれば私たちの地域の経済良くなるかもしれないという、そういう目論みだったわけです。ですので、原原種農場とかって聞くと、ちょっと私個人的な話して恐縮なんですけど、やっぱこことの対比というのを忘れてはならないなっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ちょっと講談の話に進んでまいりたいと思います。こういったその戦前の歴史、そして戦後地域密着型の専修学校という形で、国策的な農業者の育成拠点というところから、地域に根ざした形でさまざまな農業実践というのを行っていく、そうした展開というのがあったかと思います。で、制度的にはこの中央農業実践大学校は農業改良助長法というのがありまして、この法律に基づく農業者研修教育施設として、書かれて位置づけられています。で、この農業者研修教育施設というのは、民間の施設ってもう3つか5つかそのぐらいしかありませんで、その3つか5つかのうちの1つがこの、中央農業実践大学校に八ヶ岳になってきます。それ以外は基本的に都道府県の農業大学校なんですね。はい、で、おそらく校長先生からも説明会で何度も、あった財政が厳しいんですというお話があったかと思うんですが、発端は2010年に、この農業者研修教育施設に対する国庫補助金というのが、打ち切られることになり、自律的経営というのをしてくださいということになった。で、道府県の農業大学校は道府県の公共施設ですので、例えば長野県であれば長野県の財政から公共的な目的を持つ農業者育成ということを進めるために、運営費というのが出るわけですよね。予算化されていくわけです。で、ここの非常に苦しいところは、その、人件費を中心とした、設備費もあるんですけれども、特に人件費補助金というのが80年記念誌の資料を拝見しますと、2010年度までは3000万円程度あった、毎年推移はあるわけなんですけれども、それが一気に打ち切られたということになっていきます。これは苦しかっただろうと思います。何人も雇用していた方々が、この国庫補助金で、雇用していた方々がおそらくいたはずです。
地元の雇用にもつながっていたはずなんですよね。それから私公益財団法人の日本自然保護協会に勤めていた時代があるんですが、ちょうど私が大学教員になってしばらくしてから公益法人改革というのがあって、農村厚生協会というのも、公益財団法人になっていったということですね。でただ問題はここというよりはやっぱり農業のをめぐる状況の変化というのが非常に大きい。それからそれ以前からですね、それ以前からというのはすいません、中央農業実践大学校さんが、2010年を境に経営環境が一気に暗転していったのかというと、これ60周年記念誌と80周年記念誌のデータで、60周年記念誌ではこの年の学生は全体で何人とかっていうふうに書いてあるんですね。で、研修生と専攻科と何人いて、とかっていうのをちょっと手計算で足し算しながらデータ作ってみたんですけれども、80周年記念誌の方では一覧表になっておりましたので非常にExcelの入力が楽でした。1990年代ですね、1989年から98年までの、おおよそ10年間は、この中央農業実践大学校で学びたいということで在籍をする学生さんというのが、少ない年でも60人ぐらい、多い年だと90人近く、いらっしゃったということになります。一方でちょっと手元に70周年記念誌がないものですから、これ多分原村には当然あるので調べてみるといいんじゃないかと思うんですけれども、80周年記念誌ですね、インターネットで読み取れる80周年記念誌の資料を見ますと、2008年から2018年までのおおよその10年間の、在籍者数というのはもう30人前後になっているわけです。ですので2010年に国庫補助金が打ち切られてやっていけなくなりましたということではなく、むしろ生徒さんが学生さんがたくさん来る、これ大学に勤めてる私にしても身につまされる問題なんですけれども、学生を集める努力、そしてこの学生を集め育成し農業者として自立させるっていうような、そういった経営努力がこの状況変化の間にどれだけなされていたんだろうかということ、これやっぱりしっかりと考えていく必要があるかなというふうに思います。ただやっぱりこの実践大学校さんの80年史を見ますと、いや2010年代は本当大変だったんだなっていうふうに思わざるを得ません。ちょっとそのままコピペしてきただけなんですが、国庫補助金の打ち切り、はい、よほどなんか恨みがというかよほどショックだったんですよね、きっとね、こんなふうに書いてあるってことは、私だったらそうですね、もうちょっと客観的というか温和な書き方をしたかもしれません、気が小さいもんですから、はい、それで、国庫補助金の打ち切りがあって以後ですね、公益財団法人に移行するという形になり、公益財団法人に移行する、それ以前は財団法人だったですよね。で農水省が所管していたと思います。それが公益財団法人のシステム改革っていうのは基本的に全部内閣府が監督をするということになっていきますので、そこで多分当時あった農水省との大きなパイプというのも、切れて OB 頼みになっていくとか、いろんなところがあったのかなと思います。はい、日本自然保護協会はむしろ環境省の、私が勤めていた自然保護協会は環境省の財団法人だったんですけれども、環境省に対して意見書を出すという不遜な財団法人というか自然保護団体でしたので、私もそういう意識しかなかったです。ですので公益財団法人に移行するといった時に、ようやくこれで環境省の傘下から降りてよかったねとかっていうふうに個人的には思ってしまったんですが、ここの場合には非常に財政的にそれが圧迫されるということになった。で2013年にはいろいろやってるんですよね、本当に各種外部プロジェクトへの応募による資金確保、はい、私も国立大学お金がありません、本当に。ですのでこの各種プロジェクトへの応募というのを常日頃しています。研究する時間がないぐらいなんていうふうによく言われるんですけれども、よく同僚からもね、そういう悩みが出てきます。自然文化園に土地を売り渡すとかですね、太陽光発電に 3.5 ヘクタール貸し付けるとかっていうような、こんな工夫もしていらっしゃるわけなんですよね。で、これが
一体どういうそのグローバルな、あるいはその日本全体の社会的背景の中で起こっているのかということも少し、私の理解というのを示したいと思うんですけれども、公共施設です。民間運営であった、民営であったとはいえ公共的な役割を持っている施設は、私は広い意味では公共施設だと思っています。多くの卒業生の方も輩出して、少なくともこの地域の、農業者を育成するという点で非常に拠点だったわけですよね。ですが昨今80年代以降になってくるんですけれども、なのでもう40年も基本的には世界各国、もうイギリスとかもそうだしアメリカとかもそうなんですけれども、おそらく私が生まれてここまで育つぐらい、人生も半分折り返しましたが、ここまでの時間ずっと世界的には新自由主義的な流れというのが出てきています。聞いたことは当然あるかと思いますけれども、この新自由主義、ざっくり言うと国家による福祉公共サービスを小さくしていくということなんですね。でこの公共サービスってなかなか私たち分かりにくいんですけれども、我々日常生活していると、教育って非常に重要な公共サービスです。で教育といったときに小学校中学校の義務教育だけが公共サービスではなく、社会に役立つってちょっと語弊があるんですけれども、社会の中でしっかりと役割を果たしていただく人材を育成するという点では大人の教育というのも非常に重要な公共サービスの一つです。そういう点から参りますと、基本的には新自由主義的な政策の流れの中で公共サービスを縮小していくといったときに、いやもう民間の八ヶ岳農業実践大学校を中心とする農業者育成施設には、政府からのお金は出しませんという判断で事業仕分けがなされていったというふうにしか読めないんですね。それから規制緩和は別にしてなんですけれども、市場原理主義っていう点では、例えば市場の中でどれだけ効率的に牛乳を出荷するのが、良いのか、そこからメガファーム的な発想というのは出てくるわけです。つまり規模の経済を働かせれば経済効果が出てくる、安い牛乳を、提供することができるということになっていくわけですね。そうやって失っていく、その仕組みというのは基本的には大企業から低所得者まで同じような、負担をしているのに、同じような負担を、だけれども公共サービスが削られるのでどこにしわ寄せがいくのかというと、弱いところにしわ寄せがいくということを帰結をするわけです。他方でじゃあ今政治的争点になっているのは何かと申しますと、新自由主義かじゃあ何なのかっていったときには、右側に書きましたが社会的共通資本かということなんだろうと思っております。これは経済学者の宇沢公文先生、亡くなられましたが、発想した概念なんですけれども、つまりは一人一人が幸福を実感できる社会を実現するために、自然や社会資本や制度資本というのを充実させていきましょうという考え方でして、ここに一番のベースのところに市場の健全な運営を支えるために社会の的に共通するキャピタル資本があってですね、でこの中には教育もいいの一番に出てきます。医療、金融、司法、行政、こういった制度をしっかりと、支えていく、そこに我々の税金というのを投入していくっていうことですね。これが問われていると思うんです。で少なくとも今現在八ヶ岳の中央農業実践大学校が置かれている状況もそうですし、私たちの日本に暮らしている私たちが直面しているのもこの新自由主義的な考え方に基づいてさまざまなサービスが切り捨てられていく。我々の税金が減ってるわけじゃないんですよね。納めるなきゃいけない税金が減ってるわけじゃないんです。だけれどもどうもこの、福祉公共サービスというのが縮小していってるんじゃないかということがありますよね。はい、本来的には社会的共通資本にシフトしていく、社会的共通資本を重要視する政治に、我々の政治を変えていくということになりますけれども、それは一とびにはできないので、社会的共通資本と同じ機能を持っているものを私たち一人一人の力で、作り出していくっていうこと、
これが大事かなとも個人的には思います。さて、ちょっとこれまでの話、これまでというか、ただしなんですけれども、今までお話ししてきたようなこと、つまり中央農業実践大学校の経営大変ですね、やっぱり国をどうしていくのかっていうことが当然ちょっと問われているんですが、まあ、やっぱりだから苦しさは分かるんですけれども、ただこの中央農業実践大学校の公共施設としての性格っていうのは、公益法人がやってるから担保されてるってわけじゃないんですよ。皆さんがこの中央農業実践大学校をどういうふうに位置づけているのかっていうことに当然寄ってくるわけです。私の理解では、戦前さまざまな経緯があったにせよ、長年にわたって農業者育成の拠点であり続けたし、地域に密着した形でさまざまな当然環境の、に対する負荷もあって、圧力もあるわけなんですけれども、それがあるわけなんですが、農業者育成の拠点であり続けてきたということ、この本文を忘れたら、公共的な性格というのは一気に失われていくし、もう失われてきたのかもしれないですね、はい、まさに制度資本としての社会的共通資本というのが、この農業実践大学校に求めるべき本来の役割かなというふうに思います。で、この点はまたすみません、メガソーラーの問題に戻るんですが、メガソーラー問題で問われたのは、霧ヶ峰の自然環境を維持して地下水など周囲に恩恵をもたらしているのは私たちの森林なんだと。で、ループが撤退した後に桑原で私ある住民の方とお話ししたら、こういうふうにこぼされたんですね。いや、自分たちが管理している森林がこんなに地元下流の人たちに恩恵を与えているっていうのは今まで考えたことがあんまりなかったと。この問題が大きくなったことで、それを知ることができたのは、まあ、ある面では良かったねっていうふうにこぼされました。で、まあ、私その言葉を聞いた時嬉しかったんですが、私にとっても先祖伝来なんですけれども、あそこはね、社会的共通資本としての自然環境の価値だったんですよね。で、この八ヶ岳の問題と霧ヶ峰の問題は、現在所有している人たちがどういう状況に置かれているのか、でその置かれた状況からこれをするしかないというふうに選択させられている、その選択させられている状況は誰が作り出したのかというと、私たちの社会が作っているわけなんですけれども、その意向のみによって、所有者の意向のみによってその行く末が左右されてしまうことの本質というのが驚くほど似通っていると思います。かたや森林、かたやこういった農地なわけなんですけれども、農地または学校なわけなんですけれども、それが維持できなくなる構図というのは非常によく似ているし、その所有者がどうにかしてください、自立してください、自己責任ですよねっていう形で問われているがゆえに、まあ、まさにタコは自分の足を食べるようなですね、そういう状況に追い込まれていっているんじゃないかと思います。さて、ちょっとまとめていきたいと、そろそろまとめていきたいと思うんですけれども、こういった問題状況に置かれている中央農業実践大学校にも、やっぱりちゃんと寄り添っていく必要があるんじゃないかと思います。その点で今回のメガファームというのが、やっぱりそのあり方違うんじゃないっていうことを地域の住民の方々からしっかり発信してくださっていて心強いんですけれども、もう少しグローバルな視点で論点をお示ししますと、SDGs という言葉がもう今すごく有名になってますね。昨日もちょっと学会の会議があったんですが、 SDGs の賞味期限っていつまでなんだろうねっていう話で30分ぐらい盛り上がりました。そのぐらい研究者の中ではそろそろ賞味期限切れるかもっていうふうに思い始めているんですが、まあ、賞味期限切れる前に達成しなきゃいけないと思っています。2030年までに持続可能な社会を作るために17の目標を作った、これ国際的な目標になっています。それでこの SDGs をどう評価するのか、まあ、さまざまな評価の仕方があるわけなんですけれども、毎年ですね、世界の SDGs 達成度というのを、各国の達成度を、国連と、ベルテスマン財団というところが毎年発表しているんですね。 SDGs インデックスというのがありまして、その2020年今年の状況というのを、ちょっとコピペしてきました。で、日本はですね、2016年に最初の統計の時には11位だったんですね。
2018年には15位になりまして、2020年には17位ということで順調に後退中です。ちょっとこれ来年の箱根駅伝には出られないなっていう、そろそろ近いのでね、私の母校法政大学なんですけど、法政大学いつも箱根駅伝出られるか出られないか、これギリギリのところでやってるんですから、ちょっとこれだとね、そろそろ繰り上げスタートもあるんじゃないかとかっていうような気もしますが、冗談はさておき順調に後退しております。で、特に弱いところが何なのかです。特に弱いところは、一つはジェンダー平等です。男性優位社会というのが日本の非常に特徴で、これはスコアが著しく低いんですね。5番ですけれども、もういくつかあるんですが、持続可能な生産と消費、ちょっとこれ2019のデータはもっと低かったんですね。ちょっと上がったので何なんだろうと思うんですけれども、持続可能な生産と消費はやはり項目が達成度が低い項目の中に出てきてしまいます。から気候変動、当たり前ですよね、石炭火力あれだけやってれば、はい、海洋資源、はい、海の資源を取り尽くして、育てる漁業が確立していないというのが日本各地の、水産現場ではあります。陸上資源ね、これも収奪型で生物多様性をどんどん破壊しているということが評価されています。この持続可能な生産と消費と陸上資源、特に、他もあるんですが達成度が低いですよということで、世界の方から注目されているというか、順調に後退させているのはおそらくこれらを改善させる必要があるということにもなってくるんじゃないかと思います。で、どういう生産と消費が持続的でないかということなんですが、これ私の恩師がかつて作った図をちょっとお示しするんですけれども、これから2枚ちょっとお示しします。生産システムと消費システムというのがあった場合に、それを包含して経済システムというのが作られている、システム言ってすいません、システムは一旦取り払っていただいて構いません。生産現場と消費生活、私たちの暮らしですね、というのがあり、経済が成り立っている、それ経済が成り立っていることを前提に、社会の中で経済が成り立っている、そして、社会と環境本来一体なんですが、あえてちょっと模式的にしてみたのがこちらで、我々じゃあ経済活動するときには自然環境からさまざまな恩恵を引き出してくるわけですよね。それを原料にして生産をし、サービスを供給して、私たちはそのサービスの供給を享受して、供給されたサービスを享受していくわけです。ですがこの中で排出物であったりとか、あるいは環境負債とちょっと呼んでますけれども、例えば環境負債というのは酪農であれば酪農であれば水質を抱くみたいな形ですね、イメージできるかと思います。放射性廃棄物なんていうのはまさにその最たるものかと思います。でそれらが循環できない場合には環境システムの中で負の財が蓄積されていくわけです。でこれは概念的に言えば持続的な生産と消費ではないということになっていきます。ではどうすればいいのかということなんですが、どのような生産と消費が持続的かといいますと、冒頭私環境要領という言葉を使いましたけれども、我々の生産と消費のシステムの中で排出されるものというのが自然の循環に吸収される範囲で、自然の循環を通じて浄化される範囲で負債を出すということになれば、当然負債を出すことになるんですね、我々が生きれば。ですけれどもその負債を自然の中で循環可能な形で、分を知るという形で、生産と消費を、我々が運営していけば、少なくとも自然環境に、負のですね、負の財を蓄積させることはないだろうということです。でこのことを、端的に考えれば、やっぱり生産と消費といったときに一箇所で集中的に生産をして、その、環境への負荷というのをやっぱり一箇所に集中させるということではなく、やっぱり分散型で小規模でというところが酪農においてもポイントになってくるだろうと思います。そういう点では最近小農とかっていう言葉がもう一度出てきていますよね。小さい農業と書いて小農なんですけれども、から酪農の皆さん、酪農に従事している皆さんも基本的には家族経営でいらっしゃって、
で、家族経営の規模であるからやっていけるというところも、あるし、それを動物工場のような形で企業化していく、そして規模の経済を働かせていくということは何をもたらすかというと、環境負債をどん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 蓄積させていくということになっていくんじゃなかろうかということですね。で、SDGs の観点からもこうした生産と消費というのが、を持続的にしていくということが問われている中で、やっぱりこのメガファームのアイデアというのは、メガソーラーもそうなんですけれども、逆行しているんじゃないかというふうに、考えざるを得ないかなと思います。さて、最後です。報道をお聞きする限り、それから先ほど北さんと小林さんのご報告もありましたが、少し時間ができたようですね。少し時間ができたというのは、中止になったというわけでは決してないでわけなんですけれども、今年度中にクラスターって言うんでしたっけ、に、みずほさんが参加するということはちょっと難しいんじゃないかっていうふうには、報道を見ている限りでは思われます。ですが、多分来年にはどうにかしたいとかっていうふうに思っているかもしれません。ですので、やっぱり地域に暮らす皆さんとしては、この機会にですね、地域にとっての八ヶ岳中央農業実践大学校の意味って一体何なんだろうか、そしてそれは実は地域にとっての食と農の意味を考えることにつながるんだろうと思いますし、もっと広く言うと、この八ヶ岳のふもとに暮らすっていう、この地域に皆さん魅力を感じて移住されてきた方が当然多いし、地元でずっとこの地域で暮らしてきた方々も、やっぱりこの地域を離れないのはこの地域がいいからなんですよね。で、その良さっていうのは人それぞれだし、なんか絵もなかなか言語化できない、言葉にはね、なかなかしづらい感覚なんだと思うんですけれども、私もそうなんですが、実践大学校をどう支えるかっていうことを含む、この地域の価値というのを、考えていくということですね。そして、共感共有共有その考え方を共有できる、共感できる人を一人でも多く増やすということが、この少しできた時間の中でやっぱりやっていくことかなと思います。です。ちなみに参考に、つい最近できた、10月19日から施行になった長野県脱炭素社会づくり条例、これ、条例作りに私も関わったんですけれども、この条例見ますと、こんなことも書いてあるんですね。なんか2050年カーボンゼロを目指しましょうっていう条例かと思ってたら、なかなか県議会いいこと書くなと思うんですけど、県は県民に対しエシカル消費を、エシカル消費の主体的な実践につながる、云々云々とあるんですね。エシカル消費というのを重視しましょうと。そして県民は消費行動が人、社会、環境、地域等に与える影響を理解し、エシカル消費の実践に努めるものとするというふうに県民の責務が書かれています。このエシカルというのは、どう考えるか人によって様々なんですけれども、持続可能な社会の実現のため、人、社会、環境、地域等に配慮した思いやりのある消費行動を言うということですので、おそらくアニマルウェルフェアみたいなものも含みますし、当然ね、環境に配慮したということであれば、ですし、地場の、それこそ八ヶ岳中央農業実践大学校の、農産物というのを、なんでしょう、今、コミュニティが支える農業、CSA っていうんですけれども、コミュニティサポーテッドアグリカルチャーっていうんですが、CSA みたいなものも広がっていますので、そうやって今まで通りやっていけば、中央農業実践大学校を少なくとも今まで通りやっていった方がいいんじゃないかっていうふうに思える人を学校の中に一人でも増やしていくっていうことですね。これも大事な村民としてできることかな、地域住民としてできることかなというふうに思いました。はい。以上で終えたいと思います。すいません、まとまりのない話で恐縮でした。少し長くもなってしまって申し訳ありませんでした。私もまだ勉強中のことばかりで、知らないことばかりですので、ぜひですね、皆さんに教えていただきながら、一緒にまた走って歩いていきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。これで終わりにします。